今回は色調整の基本、カラーコレクションについてのご紹介です。そもそも色調整はカラーコレクションとカラーグレーディング、この2つの工程があります。で、今回はこのカラーコレクションなんですけれども、そもそもカラーコレクションって何っていう話です。一言で分かりやすく言うと、目で見た色に戻す作業、目で見た色にする作業と言います。まあ、だから補正作業というふうにね、言ったりするんですけれども、さらに目で見た色に戻した上で、そういった撮影クリップが複数あるならば、クリップ同士の明るさやコントラスト、彩度、色味っていうものを統一するのもカラーコレクションと言います。まあ、だから総じて一つのクリップにしても複数のクリップにしても、目で見た色にする作業、目で見た色に統一する作業、これをカラーコレクションと言います。今回はプレミアプロでそういったカラーコレクションのやり方をご紹介していくんですけれども、撮影素材によってやり方ちょっと変わってきます。2つ大きく、まあ、例として挙げようと思っていて、1つが、まあ、iPhone とか GoPro とか、ソニーのカメラで言うならばピクチャープロファイルなしの状態、要は撮ったままでそのまま使える映像ってありますよね。そういった撮影素材のパターンと、もう1個ログ素材といって、色調整することを前提とした撮影設定があるんですね。この、まあ、要はログ素材かそうでないかっていうところでやり方大きく変わってくるので、今回はピクチャープロファイルなし、 iPhone で撮ったような映像、撮った素材をそのまま使える映像素材においてのカラーコレクションのやり方をご紹介していきます。で、やり方としては、まずこのルメトリーカラーという項目、まあ、エフェクトを使用します。エフェクトのウィンドウからルメトリーカラーで検索してもいいんですが、このタブをそもそも出すことをお勧めします。ルメトリーカラーで出ます。で、いろいろ中に調整項目あります。ルメトリーカラー自体を全部解説した動画も過去に出しているので、気になる方はそちらも見ていただければと思います。で、まずやり方としては、そもそもですね、まずパターン1、同じような撮影素材に対して、調整作業を、まあ同一の調整作業を行いたい場合は、そういった同一の調整作業をしたいクリップの上に調整レイヤーを置いて、その調整レイヤー上で明るさやコントラスト、彩度、色味っていうものを変更すると。まあ、なので、今この1つ目のクリップ上でやってますが、このようにホワイトバランスを青みに振ったら、2つ目のクリップも同様に青みがかった色合いになっています。ちょっと似たような素材なので分かりにくいんですけど、例えば編集、何かしら誰かが外で話をしていて、カット作業をし終わった映像に対して、同様の明るさ調整を施す。まあ、よくありますよね。少し暗かったとか、明るすぎたから、少しこうやってハイライトを落として、コントラストをつけて、メリハリをしっかりとさせて、シャドウでグッと引き締めてっていうのを、一つ一つのクリップ、例えば細切れになっていて、このように一個一個にそういった調整はできない、大変ですよ。まあ、なので同一のクリップ上で同じ明るさや色調整、カラーコレクションをするならば、まず調整レイヤーを扱ってやることをお勧めしますという、そもそものやり方のご紹介をまずさせていただきました。で、対して調整レイヤー使わないパターンはどういう時かっていうと、まあ、Vlog のような、言い換えるならば同一のクリップの集合体ではない、それぞれ独立したクリップの状態ならば、個別で色調整、カラーコレクションをすることをお勧めします。まあ、調整レイヤーで一括で調整できないってことですね。はい、やったところでって感じですよね。調整レイヤーで、例えばこの一つ目のクリップに対して、ちょうどいい明るさ調整をこうやって、施したとしても、二つ目のクリップでちょうど良くなるとは限らない。ちょっと暗いですよね。そういうことです。まあ、調整レイヤーを使うにしても個別にしても、これからご説明するやり方は一緒なんですが、こちらのルメトリーカラーの基本補正というところをまず使います。他は一旦、まあ、無視しても大丈夫です。で、ここでも大きく2つやり方があって、まあ、手動でやるか AI に任せるか。こちらの自動を押すと、明るさや暗さっていうものを自動で認識して、このように勝手に調整を変えてくれます。まあ、別にこれでもいいです。ただやっぱ自分好みで、この自動で出された明るさはちょっと気に食わないなと、まあ、あとは自分でどんどんできるようになっていきたいっていうことであれば、まあ、そっちの方が自分が意図する明るさ色味にすることはできるので、
このように少し明るいならばハイライトを下げてあげるとか、シャドウも一緒に下げてグッと引き締めてあげる。そしてコントラストもちょっとこう調整をして、あと若干色味をね薄くしたいならば薄くするとか。ホワイトバランスも撮影時オートにしてるので今基本的に合っていますが、空の色味が例えばちょっと夕焼けでもないのにオレンジ味がかっていたならば青みを、要は反対色ですね、オレンジの反対色を指して青みにしてあげる。逆にもっと青みをつけて夏っぽさを調整したいならば、まあそういうね色調整もできたりします。まあでも基本的にカラーコレクションは目で見た色に戻す作業なので、基本的にナチュラルな色合いにするためにこういった露光量などを調整していくと。でそういった作業を他のクリップでも行っていくと。でこちらも少しシャドウ部分が暗いので引き上げたりとか、まあ別に好みなのでそこは何でもいいんですけれども、まあ目で見た色ってどんな感じかな、目で見た色ってどんな景色だったかなってね、もっと空は青かったなっていうんだったらこういったハイライトを落として空を浮き出したりとか、浮き出すとかね、空を見えるようにしたりとかね、コントラストもグッとグッとで、サイドを少し補正のサイドのところを少し引き上げるとか、はい。先ほどカラーコレクションのお話をしましたが、かなり目で見た作業というものは感覚的となった時に頼れるのがこのルメトリースコープというもので、 RGB のグラフがあって、分かりづらいですよね。ちょっとそんな詳しいこと話すのって思う方も思うかもしれませんが、簡単です。グラフ RGB があって、上の領域が明るい領域、下が暗い領域なので、これ暗さを下げるとグラフも下に行く、上げると上に行く。なので基本的に感覚的な目で見たものも大事ですが、こういったルメトリスコープを見るとさらにやりやすくなりますよっていうね。要はグラフがどっか偏ってるならば暗すぎ明るすぎっていう状態だから、グラフがちょうどよく引き伸ばされてる状態、上にも下にも行ってる状態ならば、うまくコントラストが出てるという状態なんですね。コントラスト、こういった調整をさらにカーブっていう項目を使うと、まあ、できるんですが、また新しいの出てきたよってねなりますよね。まあ暗い部分を調整するか明るい部分をね調整するかの作業なんですが、まあ、こういうのを使うと動画全体の明るさ、コントラスト、シャドウの強さっていうのを変えられますよと。あのカーブにある内容とここの基本補正にある黒レベル白レベルは一緒なので、グラフで調整するか設定項目で調整するかの違いなので、まあ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 こうやってねハイライトシャドウだけでグーッと、はい、コントラストをつける、グラフを引き伸ばすっていうことはできます。だからコントラストがあるしっかりとした映像を作りたい、それを基本とした映像にしたいならば、こういった RGB の、まあ、ルメトリスコープ、下、そうだな、この表示が異なる場合があるかもしれません。下のこのレンチマークで、はい、パレード RGB というものを選択してください。もしかしたら人によってはこういった別のものが出てくる可能性が、別のものも出てくる、表示される可能性があるので、はい、ベクトルスコープは消す、パレードじゃなくてヒストグラムを消す、パレードの RGB の状態にしておけば問題ないです、はい。まあ、だからこういったね、別にルメトリスコープなくてもいいんですよ。感覚的に明るさはこんな感じで、これを基本としたいな、こういうメリハリのあるしっかりした映像を作りたいな、こっちの映像ももうちょっとコントラスト引き締めて明るさはこのぐらいでとかってね、感覚的にやってもいいんです。こうやってね、でも結構迷子になりがちなんですよ、どのぐらいがいいのかな。まあ、なのでそうやって目分量じゃないけれども目で感覚的に作業していくのが、まあ迷宮入りする方は、まあ、こういったね、ルメトリスコープを用いると、あ、グラフ結構縦に引き伸ばされてるな、いい感じに引き伸ばされてるな、コントラストがついてる状態なんだな、じゃああとはカラーグレーディング色味を調整するだけだからこれでいっかっていうふうに判断をすることもできると。もう一つ注意するべきことは、黒つぶれ白つぶれがないようにしましょうってことですね、はい。
まあ、もうすでに結構明るくなってる状態は仕方ないんですが、ぐーっと上に引き上げすぎると、はい、この100っていう数値のとこ RG が潰れちゃってます。これは白飛びしてますよって状態なので、まあ、そこまでね別に気にしなくてもいいんですけど、白つぶれ黒つぶれっていうものがない方がより美しい映像にはなるので、まあもちろん映像として全然白つぶれしてるものありますよ。白飛びか、どうしてもその空の色は白つぶれするわ、白飛びするわっていうね、世の中のコンテンツ全てが白飛び黒つぶれしてないわけじゃないですが、まあそういったところも踏まえておきましょうということです。まあこれが基本的な色調整カラーコレクションの基本になります。以上がログ素材ではなく、普通にこう PP なしの状態で撮った映像や iPhone の映像、素材そのままで基本的に使えるような映像素材をカラーコレクションするやり方のご紹介でした。中地のクリエイティブ大学。